ようこそ。今日はマイクラをやっていきたいと思います。パト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 。前回洞窟探検で失敗しました。はいはい。そしてね、今日はイージーモードで敵が出てくる。それでこれは前回のところなんだけど、ちょっと散歩してたの。あー悔しいなって言ったら、えこれちょっと待って、これえーってなって、森の館じゃんって。で今日はイージーモードなので敵が出てくるから、家を作ったりとか木を取ったりとかしたいと思います。はい、まずイージーだから、急いで羊手分けして羊を。羊そこにいるよ、僕のところに。あれ羊、羊倒して。羊がいたらどんどん手分けして。よし、はい、ごめんなさいね。ちカトちゃん、ここで木を集めて。カドちゃんは木を、木がかりね。木がかり。木を切るがかり。木伐採がかり。木伐採。この辺に木があるから。なんか準備の声した。あ、でももうアイテムは結構あるかな。あ、クモ。クモね、昼間だと攻撃してこない。うん、知ってる。とりあえず、土でいいから、はい、とりあえず土でいいから拠点をまず。おい、砂で。いや、僕も砂あり。砂じゃなくて土。なんかスケルトン。なんだ、なんか、あ、スケルトンだ。撃たれてるよ、危ない。あ、ありがとう。よし、倒した。おぉ。オッケー。あ、頭に刺されてるやん。ここ、ここ。刺されてる。来て。カトちゃん。今、松明で照らす。はい。松明あるけど。ここ埋めない。どうある？ちっちゃいな。もうドアな、ドアなしでいいから。上は、雲とか入ってきちゃうじゃん。雲入ってきちゃうね。あ、あ、松明、松明。いいよ、消さなくて。いいよ。ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃい。1個でいいよ、松明は。狭いからね。でもこれ窓がないから、外が昼か夜かわかんないね。二人ともね、あのハートがやばいんだよね。ちょっと早く寝ないと。朝になったら、あ、クリーパー。ちょっと隠れて。さ、加藤ちゃん窓から出す。いやー、早く朝になってほしいな。でも朝になってもクリーパーは死ぬ。死なない。燃えない。はい。よし。はあ。登るのか。こうすれば、雲が入って、あ、朝になるね。まだここで一回も寝てないからね。あ、朝になる。ダメージ食らわないようにこうやって。うん、はい、オッケー。来て。とりあえず今は動物を。違う、どこ行ってるの。走らないようにしよう。とりあえずダメージ食らわないように来て。気をつけて。走ろう、羊。いた。これね。羊じゃないじゃん。すごいこれ。これ何？え、あ、ラーマ。そうだ、弓矢撃ってくるんだ、攻撃すると、こいつ。あ、ハサミ撃ちしよう。待って。前で。そう、カドちゃん、行って。え、投げてる。ちょっと早く。はい、行くぞ。あ、死んだ。あ、
これか。ああ、これも羊肉なのか。まずい。カトちゃん、肉はステーキにしよう。カトちゃん、来て。2個。一回拠点に帰ろう。それでちょうだい。あ、肉。もう一個あるけど。はい、もう一個ちょうだい。ステーキにするから。はい、じゃあこれからステーキにしますと。だんだん暗くなっちゃう。戻んないと。早く戻んないと。とりあえず今は走っていいから。急いで帰らなきゃ。羊は。ああ、死んだ。死んだ。どっかに落ちた。違う違う、スキルトンにやられた。うん、落ちてからやられた。よし、倒した。とりあえずアイテム回収するから倒したんだけど、ここにも何でもいいから、とりあえずとりあえず物を回収しなきゃ。くっそー。深いのもいっぱいあるから気をつけてね。くっそー。いやー、これかなり遠いところだと思うよ。これちょっと今松明作戦やってみるんだけど見えない。どこだいに。はい、ということで2人とも離れ離れになってしまいましたが、次回また続きをやっていきたいと思います。はいはい、それじゃあカトちゃんゲームズまた見てね。じゃんじゃん。くそー。